ここれががすすごく聞聞ききたたたたかかかっっっとがあありりましてて、はい、俺もなでで<の>じゃ怒るいちょうど「ワイドスクランブル」の時に「怒り」っていう漫画マネジメントも今流行ってきてる、はい、みんなこう会社の中でも僕はスポーツでやってましたけど、はい、よく使うようになってきて「怒り企画」をやりたいっていろんな教授の方学者の方でお会いした時に怒りのシステムっていうのを。 柿木先生っていう方に聞いた時に<あ>これはもう古里さんもねよく知ってらっしゃるとは思うんですけど、はい、変円形っていうところがやっぱそうするとまあスーパーサイヤ人ぐらい人を守るっていうことで怒りですから一番力が出るんだぞっていう。でその 前頭葉が一応抑えてくれるっていう。無意識の脳のほうなんで、変異形は、はいえー、爬虫類脳とも言って。はい、爬虫類脳の脳の形に似てるんです。えー、なぜかというと。やっぱり三十八億年の人類の進化の過程で。えー、爬虫類的な時もあったわけで。<は>その脳の形が残ってるんですよね。変異形に。会話とか記憶を司っているところと。扁桃<う>体っつって恋愛を司っているドーパミンがいっぱい分泌するところとか。えー、そこは同時に扁桃体アーモンドの形が一対であるんで、扁桃体って言うんですけど。はい、そこは同時。 同時に恐怖中枢でもありますだから恐怖っていうのは生き延びるための手立てですから<う>ここに何か毒を持った蛇が出没したっていう時に怖くないよって言ったら死んじゃいますから噛まれて<う>恐怖でパーンと逃げるわけですよ<え>脊髄反射のようにそれは無意識の変炎系の方の働きで体を動かしてますからであと0コンマ5秒後ぐらいに大脳神皮質意識脳の,の方が後入りしてきて。 俺だって入ってんだよ。<laughs> 俺だって感じたから、逃げたんだよっていうふうに言い訳しますから。はあ。実は変異型発なんですほとんどが我々無意識で。だから、今の変異型ってものすごい大事です。こういう話をすると人に嫌われるんですよ。違うんですよ。え。これが。古舘さんステーションですよ。うん、今止まったわけですよ。だって、僕一言言っただけで。おかしいですよね。変異型のことっても。ものすごい、うん、あ、こういう形してんだとか。いろいろ今学んだわけですね。 さっきのハンガーマネージメント、うん、な何ですかごめんなさいいや今うもう最高のフルタッチステーションに今、うん、ここがまたちょっとパッパッて動き始めるとするとですね、はい、僕は怒りをある程度コントロールできる、うん、特に仕事っていうことに関して言うと怒ったことあんまりないジュニアに対しての怒りとかそれはまた別だと思うんですよ違いますもう教える立場のスパルタで、ねはいええええ、で人生で生まれて初めて っってしまったんですよ、うん、それがもうほんの、ま、簡単に言うと、はいうん、あるイベントの中で行われるちょっとしたまあ30秒ぐらいの部分でディレクターとカメラ2人でいたと雰囲気違うなって言った時にものすごく細かかったんですよ。うん、でんかちょっと偉そうだったんですよ周りの人に対しても。うん でどん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 我慢しながらやってたんですけど途中で本当にこう「次これ言葉言ってください」って3カ所ぐらいしかないですよああそれが言えなくなったんです、ね、あ,あ怒りで怒りでああ言葉ってこうなったんですほんにうわ怖いなと思って怒るって,って、ね、こんなにも唇震わせて怒ってる自分に驚くから余計にまたそれが増幅されるんですよね、ええ もう一人の自分が見てま。いや、そうどうしたこんなに怒ってんの。はい。で、怒るっていうことって、うん、人ってこんなに話せないんだと。で、僕はその時思ったのは。僕はやっぱり今ものすごく恵まれて、僕に対して、こう、なんか言える人って少ない。状態ですから。ミーティングなんでも。自分勝手なこと言っても。ふざけんなと思ってでも聞いてくれるんですよ。でも。今の。まあ、アシスト、いろんなスタッフでも。むちゃくちゃ怒られるじゃないですか。 めちこの中であのような僕と同じような状況になっている人ってたくさんいるんだろうなたくさんいると思うんですよあれを聞いた時にあ怒りって怖いなったと思に、ね、今回それを思った時古さんも何度かその時にどうやっててこらえいたのかなっていや僕の場合はもう僕だって唇震えて手もわなわな震えて。 怒りとか傷つきとかありますよ。それ人にもそういうことやっちゃってるんだろう。しって反省もあるけど、自分もありますよ。その時僕はね。<え>でんぐり返ししてますよ。いやいや、いやいやいや,いや <laughs> 心のでんぐり返ししてますよ。マジにその答えは一つじゃないと思うけど、本当にそこまで辺縁系も前頭葉が押さえつけられないぐらい。怒っちゃうってことは、はい、本当に怒ってるんで、それを出していい場合もあると思うんですよ。で出した後に大いに反省すればいいんですよ。 止められない自分以外の何か本の自己保存の法則が起こってんだから<え>どうしようもないんですよ。だからそれを出していいとき、抑えられるんだったら抑えた方がいいっていうところで言うと、僕の場合はですよね、ガラ、はい、マネージメントは心で実況します。それでスーッと落ち着かせます。さあ、私は怒っております。 一体私とは何なのか 1LDK どころか<っ> 5LDK ぐらいの私が構成されているのではないでしょうか<っ>ワンルームマンションのように私は私というふうに固定されておりません<っ>ということは今怒りに打ち震えておりますがもう一方の引き戸をポンと開ければ広い部屋があってっそこは沈着冷静なシーンとした静まり返った部屋かもしれません一旦自分自身をそちらに運んどいてそっちから冷静に言れば怒ってる自分に火消しの状態消防士になれるんでありましょうかっていうふうに自分の中で口には出さなくても頭の中でバーっと 言葉でで実況描写すするると落ち着いてくるんですよこれをずっと進めていくと多分メディテーションとかトランス状態までいけんじゃないかなとあの前特集やったゾーンとかね、はい、そういうところにいけんじゃないかと思うぐらい自分で実況中継する。でそうすると落ち着いて冷静にああこういう嫌なディレクターの物言いに怒ってたけどこいつに教えてもらってんだな いか怒るかいかんねえか、お前見てやってるっていうふうなことなんだな。よし、本当にありがとうと思って冷静になれる時もあるし。もうそれが歯止めいかない時は、ダーンと出しちゃうしかないんですよね。もう二つに一つだと思いますよ。すっごく嫌な奴に教わるんで。いやー、でも。そのね、怒りの、勉強して、もちろんアンガーマネージメントの場合。まあ。前頭約六秒ぐらい、六秒ルールみたいな話ですよ。ちょっと落ち着くと、あとは。 自分を解説できるようになるといいっていうのがあってそこなんですよ、ね、僕は多分実況やってるんです、ね、実況と思い込んでやってるんですよ無理やりそうすると落ち着くんですよね だからそんなことももしかしたらあの参考になるかもしれない。僕はちょっと聞いていいですか。ダメです。終わっめっちゃ面白い。やめちゃ面白なんでそんなトリッキーな動きできる。今変異系ですよ。これ完全に前頭葉ったらどうぞっていやいやでもいやダッシュ。これやっぱり変異系。あのその怒りって思った時にそのスーパーサイヤ人になれるっていういわゆる人間で一番強い状況になれるっていうところじゃないですか。エネルギーがねすごいんだから。だから。 怒りは悪いことじゃないって捉えてたんですよ。例えばじゃテニスでいうと、今世界ナンバーワンのジョコビッチっていう選手がいます。彼はいつも怒ってるんですよ。そうだ。で、あのワクチンの年もそこだし。そうですね。これでグルテンフリーですと言ってるじゃない。はい。で、ですから彼はいつもコーチと今話し合ってもルール的にオーケーになったスプレーチ。ギャーって怒鳴り合ってるんですよ。はァっつってこっちはもう解説してなんで怒ってんのと。 時たまラケットも折ったりするんですよ。で,すね、でも今考えてみると一番力を発揮できている、うん、で、怒る時間っていうのは思ったより、集中力がないから短いんですね。うん、でも彼はうまく怒りながら、スーパーサイヤ、ジョコビッチをずっと続けてるんだなって思った時に、うん、古田さんも報道ステーション中はいつも怒ってたのかな？って感覚的にですよ、はい。もうそれはマッチで火つけてました。 でマッチで火つけて怒ってると怒り続けないんですよっおっしゃるように怒り続けなくてもう一人の自分が見ますから<は>相当炎上してるねお前って吉原炎上だねと配<っ>下が豪華なごとく盛り上がってるねってなるから僕ジョコビッチさんも「 本気で本能で前頭葉が全く介入しないで怒ってると思えない、ええ、自ら怒って、ええええ、そしてもう一人が見て「はい、エネルギー来たぞ!」ってやってると思うんですよですですだから怒りを利用するっていうか怒りの再利用っていうかリサイクル大事ですよね、はい、怒りってもう生きるエネルギーそのものですもん怒りがなかったら生きていけないんですもんあだからある意味古田さんがずっと言ってらっしゃる 電話でいろいろこうクレームをさい番組前に見らっしゃるって言って、はいはい、それある意味こう怒りをかやってる怒りと傷つきをやって、それでああでもこういう人の方が逆に俺のことを見てくれてるのかなって思ったり、いろんな複雑な気持ちになってあれが僕のあの鍛錬でしたね。毎日抗議電話バカ死ねふるたちっていうのを読むのがね、これはすごく勉強になったんですよ。あそこで免疫力つきました。本当にあ正しく怒れるんだ。 怒っていい時と、本のむき出しで怒って、客観性がない怒りはダメなんだとか、いろいろ思うようになりましたよね。うん、すごいな、そうなりたいですね。いやいやもうな。いや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 、いや僕は、ね、いやいやいや、周防さん、もういい、<あ>聞いて。え、もうダメとは言わないと思うんだけど、俺は今日、みんなのね。<え>課題を背負って、周防さんに会った。<laughs> いや、っていうのはね、<え>やっぱり、あなたが、あなたをどう見てるかわからないけど。 人角の唯一無二、天下無双の松岡修造に上り詰めたんですよ。職業を松岡修造でやってる人は他にいません。他に松岡修造の役回りをやって全てのイベントを盛り上げていく人はいない。で、それで言うと僕は本当に聞きたい。松岡さんもアスリートだった、いいとこまで行った、そういう自分の実体験をベースにしながら、 日本中、世界中のトップアスリートと対面し、<ー>ね、これが決してオンラインじゃなくて対面し、えーえー、気配を人間同士感じ合いながら、はい、ロングインタビューを詰めてきたじゃないですか。えーえー、あらゆる人と話してますよね。はい、そういうスーパーアスリートに共通してる何かを聞きたいんですよ。何を感じますか例えば、こういう人を個別に思い出すっていうのも聞きたいし、いや、通底して古谷さんね、 トップアスリートの人っていうのはタイプ違っててもこういう気配なりこういう考えなりこういう表情するんですよねこういう構えが人生においてあるんですよねぜひ聞きたいですよそれは一番最前線最先端でやってきたから修造さんがん難しいですかこのいや僕の答えが合ってるかどうか分かりませんけど、はい、僕はスポーツ選手だったんで、はい、いろんな方にインタビューしてもらったんですよで自分が嬉しかったインタビューっていうのは、はい 自分の心の声ってなんですよ言っても言語化してないものですね、はい、それを言語化させてくれた時が一番やってよかったなっていう<ー>で気づくことですよね選手がこう、ね、例えば羽生さんがお話される時に、うん、羽生さん自身も言葉にしてないものがあるんですよ、うん、ああ、<で>そ<う>変な言い方なんですけど<っ>感覚的にですよ<っ>聞いてくれよって収蔵<っ>聞いてくれよっていう感覚にできるかどうかなんですよ でこれわかんねえんだけどちょっと出してくんねえかみたいなうん、うん、で僕もしつこく聞いてくんで生放送じゃなければもう23分ずっと考えてる時もありますしうん、うん、僕もずっと一緒に待ってでそれでは出てきた言葉がやっぱり響いてくるでその言葉共通は全部弱いことなんですよ。弱い,弱いことは言ってみれば 自分の弱さをさらけ出してる時なんですよ。ああ、そのアスリートがね。アスリートが。うわ、いいな、そこか。だから、共有、共有、一般の人たちも。この人でも、こんな弱かったのかみたいな。あ、そうか。はい。あの、強さは。多くの人、分かってますもんね。そのトップアスリートのね。強さは。そうです、ね。だから、図らずも、強さを支えている。弱さを引き出せた時が、快感なんだ。快感というか。ね、あ、違うんですか。 快感ですよ<っ>快感プラスえこんなことで悩んでたんだとかあ<ー>なんかこう人間味を感じるっていうんですかねああ、そうですよねともするとなんかスーパーアスリーとイコールなんかちょっと人間の息を超えたようなスーパー存在に持っていきがちなんだけども、はい、計らずもたった一人の弱い人間というのは出た瞬間ですね、えー、でもそれは強さの証じゃないんですかそうなんですよね もう古田さんすごいですね。<laughs> いやいやちょっと待っていやそれは<え>でもそうでしょ多分。いやだから羽生さんが僕弱いんだと、うん、だから強いんですよっうわーっと思って弱さは強さなんだっていうのをすっごく教えてもらったんですよね。あ,あれはどうなんですか例えば羽生さんがね、はい、2>, あの2週間前かなんかにオリンピックの時怪我して、はい、一切トレーニング。 ストレッチすらもできない、筋トレとか,なんかいろんな調整ができない、はい、ずっと、ね、やったことは、ね、自分が素晴らしいショートプログラムやフリーでやったパフォーマンスを前の映像を持ってきて、それを全部再編集してどうないで。ねねね 一番ベストの回転とかベストのこことかいうのを全部継ぎはぎにして最高のプレーを脳内に描きっていざ体動かしてないのに本番ってやった時に集中してやったら金メダル取ったって例のあれ,、はい、あ,れあれなんかは僕の脳トレの力ってすすごいこととだなと思うんですよね確、はい、から今の古舘さんのことを聞いて羽生さん思った時には何が大事かみんなイメージするんですよ。はい イメージしてどうにかやればできると思っている。でも羽生さんの違いは本気でやってるんですよ。やっちゃってるんですね。本気でやってる。ものすごく実践なんですね。そうですね。うん、だからすごく怖い言葉で言いますよ。うん、狂ってるんですよ。ああなるほど。今日の世界。今日だから本当の意味で自分らしさを出してる。うん、ですから人前でこうしたらどう思われるとかそんなん関係ないんですよ。うん、そういう境地に。 ずーっとなんかこうギリギリのところにいるんですよ崖っぷちにずっといるんですよだからああいう力を発揮できるああだからゾーン体験にもつながっちゃいます、ね、そうんですよねあの今日の世界ね、はい、これいい意味で今日の世界っていうジャンルがあってははこれをすごい教えてね、ええ、狂わなきゃいけないんですよね例えば<は>あの学者の本織範永って有名な人がいて、はい、古事記研究とかで、はい、でその時に本織範永のエピソードとして残っているのは 古事記の中に入り込んでいくと自分を見失うんです<う>で某我の境地自分がなくなっちゃう<っ>無我ですよ<う>我がないんですよ<っ>で古事記の書物の中に入って<う>あの古事記が書かれてたイニシアの時代を散歩しながら<っ>いろんな人の語りを聞いていて<う>ふわっと我に帰った時に5時間半が過ぎていると柱時計を見たら<っ>その時の時間感覚もない<っ>これはある種空の世界でもあり あの今日の世の世世界界改め枚だともう何かに興じれば時間や空間も変わってしまうっていうそれまさに古舘さんがずっとお話し,してるいわゆるずっと出てこない時とかな感覚ですよねす最も自分らしい時っていうか、まあ、ワクワクするとはいうのは、まあ、今日の世界だ,だから僕は今日の世界がこんな話せるなんてもう最高ですよ。 やっぱり修造さんがやっぱおかしいもの修造さんは僕あの何回も言うけど草津あの草津の中心あるじゃないですか、はい、ありますはい、ね、食いしん坊バンザで僕行きました湯の花あるじゃないですか、はい、もうあそこでまた松岡修造の顔出てきて <laughs> これは驚愕ですこれ誰に言っても百発百中でみんな今日の世界だと言います修造さんが湯の花が漂うところの岩場に立ってんですよ草津の中心ですよ ね、わーっと白濁した温泉が見えて硫黄の香りがそこにこうやって取って大股開いて「おいみんな聞け何なんだ疲れた疲れた人間側の意識だけでエゴイスティックにこういった硫黄泉の中に入ってあー疲れが取れて癒された」って帰っちゃう俺らはそれでいいのかおい まさにお湯に対して恩返しが必要じゃないか全ての老廃物を受け取ってるお湯の立場になってみろっつってましたからあれはすごかったですよ俺何回も見ましたから夜中感動して俺今日の世界は俺より上手です完全にお湯になってるじゃないですか人間なのに <laughs> おいみんなっつっていやでもあとトンネル入った時に電車で、はい、トンネルじゃないかって暗闇で言ってましたよね もうすすごいんですよ修造さんだからみんなにウケるんですよ。いやでも温泉はなんで文句言わないんだろうと思っちゃったんですよ。そこですよお湯がねだって一生懸命やってるじゃないですか <laughs> お。お湯はいつ癒されんだろうっていう感覚なんですよね。うん、でトンネルでい長いトンネル入った時に。 やっぱりすんごい怖かったんですよね僕怖がりなんで<っ>でも止まってたら怖いままなんですけど動くと明かりが見えてくるってっだからトンネルで怖いとか迷ったら動きゃいいんだっていうのを教えてくれるんですよ,よ、ね、教えてくれるん不思議なもんですねこれトンネルが教えてくれるんだと叫んでましたよね最後に聞きたいんですよ あの、もう、いろんな人と、ね。ちょっと待って、だって。まだ、そんな時間経ってないでしょう。いや、もう、森田さん、いや、僕は全然大丈夫。ですだって、<や>あっという間に時間が経っ,って、生で聞けてるんですか、こっちはいや。とんでもないですよ。じゃあ、あいいなら、甘えますけども。もいろんな人。はいね、もう、今のスポーツ庁長官の室伏さんでも、なんでも、もう、<laughs> 吉田沙保里さんでも。そのジャンルで、上り詰めた人。ほぼ全員。 その外国選手も含めてラッキ、ね、インタビューするじゃないですかラッキーでしたねこれは古田さんも言ってらっしゃいましたけど、はい、食いしん坊万歳っていうものは、はい、台本一切僕読まないんですよだからもう全然知らないところから一から聞いてきますよっていうのと、うん、アスリートの場合特に報道ステーションっていうのはワンポイント勝負なんですよね。はい、はい、ですから古田さんと一緒で、はい、むちゃくちゃ資料を読むんですはい もう全て読んでって一応僕はストーリーも考えてって、うん、こういう形でこの方が知らない形のストーリーをこうやったらできるんじゃないかとで資料を絶対読んでった時に感性の言葉ってあるじゃないですか、はい、この時俺はこういう思いになれたとかってそこを知っていくためにずっと深掘りしていくんですけど、はいはい、何でしょうねそれが考えると。 全部忘れちゃうんですよね準備をしていってその時聞く時はほとんど忘れてますからそうあの準備して、ええ、僕はインタビューとか対話って9割が準備で、うん、その9割をどれだけの物量を捨てられるかの勝負ですよねそうなんですよもう聞きたくてこれあこれ聞くの忘れて、うん、もうそうやった時に例えばこう今古田さんがお話ししていただいてる時に、うん、次何聞こうってやった時点で、うん、も,うもう2人のインタビューの絆がバシャンって終われるんです。うん 怖い。怖いんですよ。怖い。怖い。か怖いんですよ。次の質問は絶対考えたいんですけど。やめろって僕はいつも言ってるんです。聞こうって、だから。聞くのが好きなんですよ。まず。やっぱりチャレンジすること大事ですよね。修造さん。だってイノベーションは先行投資できない限りは。ならない,ない、うん。ならないです。で、みんなに悪口言われなきゃダメなんです。もう、もう批判くらえばいいんです。で、その道を行くんですよね。逆転の発想で。 僕はねだから修造さんそれチャレンジしてるどうしたんですか<や>チャレンジしてるいや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 だそ,それ言われると僕はダメなんですよ。嘘、うん、いや僕はチャレンジしてないです。もうはっきり言います。勘違いしてるんですよ。俺僕はずっと情けねえやつだなっていつも思うんですよ。でもそう思わせてんじゃないですか<や>自分をエネルギーに変えてんじゃないですか。てすなぜならやっぱ僕は古田さんが「報道ステーション」やるときに CM から番組が全部やられましたよね。だからこそ 本気の言葉を出せる僕はポジションもあるし、うん、CM とかスポンサーもあるし応援するのは大好きだからそこはいいなと思ってますけど一つの何かで崩してしまうっていう怖さもあるすごく守ろうっていう部分がありますから、うん、僕は絶対に今までやってないのはコメンテータータですそうだこのコメンテーターほど難しいものないなって二つタイプあると思うんですよ。うん 言われたことを同じように VTR を同じように返しながら感想言ってそうで言ってないタイプっていうのと、うん、もうむちゃくちゃ反対からもうくれみわれようが思いっきりドストレートに言うタイプと、うん、僕はやるんだったらそっちに行きたいです本心を言いたいと、うん、でもでやらないですねまあだから逃げるんだったらこうやって公に言うんだから逃げてる逃げ切るっていうのも手だし。ええ それもまた一つのチャレンジ完全にる<だ>あるいは俺なんかは見たいんですよ、はい、やっぱりコメンテーターの収蔵もう一つはですね行ったらもっと違う言い方だったら、うん、もしも自分の意見を言うんだったらやれよと思っちゃう、うん、だったら政治家になれよって、うん、だったらもっとトップ行ってそこを動かせるポジションになればいいじゃないかってどうしてもそこに行き着くんですよね。うん、だどううううしてもこう一意見で言だだけけなっちゃこことだけは僕は僕かこう 言葉にできないだったらもう政治家にチャレンジしてください、はい、いやいや <laughs> 俺はこうして松岡修造さんがやってくれるって聞いた時に小躍りしましたけど、ええええ、やがてこういうステップを踏んで <laughs> スポーツアスリートとくんずほぐれついいところを出せながら世界中を応援しながら俺は政治の道に行くんだろうっていうふうに思いましたから、ね、だから俺修造さんこれから政治の舞台に出てほしい。いいいいや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 ,いや本当にいやでも それが僕したかったら多分やってますね、うん、もうやってるかやってるんですよだからっりり言ってみればもしかしたら逃げたっていうところかもしれませんし、うんうん、でもみんなが期待してるのは古るさんだってできただろうっていうところですよ<あ>できるんじゃないか今からでも何が言うんですか政治家い、はい、あそれは政治家嫌いなんですよ僕は嫌いえ嫌いなんですよだから政治家とかはいろいろコメント吐き続けて嫌われて死んでいきたいと思ってますよだからそれは優側でいたいってずるさがありますから 政治,政治家っていうのはもうちょっとあまりにも嘘つきだなと思うあ,あそういうのずっと見てらっしゃるん<で>あまりにも汚いなと思うし言ってることとやってることが違いすぎるし<ー>俺には務まらんし好きじゃねえなと思うでもやっぱり政治があって我々国民はそういう政治に仕切ってもらってるんだから<え>政治家に対して言論の自由報道の自由で言ってもいいよねっていうスタンスでずっと言いたいと思ってだからコメンテーターとかはやりたいんですよね ありがとうございます。<う>今日はもう<当>いつまでこのこんな挑戦するんですか？いや挑戦というか、もう喋り死にたいわけで僕はいつも言ってんですけど、喋り死にたいんです。トーキングブース喋るのが死んでいきたいんです。思ってればなんとかなるかなと思ってるんですよ。パーマタワーもとっくの塔に死んじゃった。自分の親父が自分の思っていた通りの死に方をしてくれたんですね。長くなるからやめますけど、<ー>その話はでそれを見てる時に有言実行ってあるんだなと。 思い一徹貫いていけば生生ききる様様様は死にななんんだっってことを見ちゃったんですよ本当にこうでありたいんだってことを酒飲んで言ってたらその通りに寸分たがわず死んでいったのでもしかしたら仏教でいうと「生じ一の」つって生きることと死ぬことってのは分けられないんです言葉で分けてます、ね、生きるっていうのは死ぬことなんですよ死ぬことってのは生きることなんです。 物質は全部リンネるんで,す、ね、輪廻転生で来世はドイツ人に生まれ変わるとかそういうのは僕は全然信じてませんけど<っ>そうじゃなくて現釈迦仏教でもあのバラモンの「インドの世」で2,500年前にリンネは認めてたんです。僕が死んで焼かれる 炭素を中心にいろんな物質を焼かれて変化を起こしながら煙で上がっていくでそれが空に舞い上がってチリアクタと合流しながら気が付いたら水蒸気の塊通常雲と呼んでるところと合流するでそういう中でぐわーっといっぱいに溜めた水滴がいよ,いよいよいっぱいになって引力に従って落ちてきて海のプランクトン陸の植物を潤していく。 私の一部一部が水となって入り込んでいってある芽吹きを与えるった時に私の生命エネルギーは輪廻してるわけですよ。だから人間から人間に生まれ変わってるわけでも何でもないけれども生命っていうのは物質の循環というのを輪廻っていう。でこれを釈迦は2500年前に言ったんだけどもなかなか認められてない時期もあったんだけどいろんなもの入り込んでるからだから自分はいないっていうところにちょっとつながっていくんです。これでこうやって嫌われていくんですよ一人に。いやいやいやですからね。ええ ちょっっとだけ僕、一つ言っていいですか、はい、あのね、二人スタッフ、はい、これはもうこれずっとやってるかもしれないですけど古田さんの話が少し長くなると多分僕,僕に気遣ってんのかそうそう動きがあるんですよ一つの<う>僕はすごい周辺視野がすごいんでテニスやってたからえた見えるわけでちょっと古田さんがこうゾーンに入ってきて。 こうやる、<う>おーいってこっちを。いや、こっちが正常だと思いますよ。よ<っ>いや、修造さんはありがたいけども。本当に地獄で。え、どどどどういう気持ちなの、これ。いや、降りたさんぞう入ってる。言いづらいと思うんですよ。俺が代弁しますよ。もう分かってますから。あの、まず一つ、まず一つですよ。<っ>時間が長いぞと。 これは松岡修造さんにインタビューするのにインタビューされてるぞとまずいぞ時間もないだってそれを期待してきてるんですよ僕はいやでも松岡修造さんだけが期待してくれてるんで他はいや違う。ち修造さんにインタビューしなきゃいけない局面なんですよすであともう一つは仏教に興味ないんですよ <laughs> え？いや僕は何言ってるよいや僕興味はないですよ <laughs> ないから知りたいんですよ <laughs> いや, <laughs> いやないから知りたいんですよ <laughs> あっ日焼いたんだとうそう,そうでも 聞き飽きるってあるないんですよ同じことをこう言われた時になぜ同じこと言うかってっ本気それがでもそれは本気の人だからできることであってだからもうジュニアスクでもう一番僕言うのは「2回言ってくれる人は大事だぞ」っつって「君のこと本気だと思ってるんだぞ」って<ー>もしくはずっと会ってて何度も何度も繰り返しちゃう。 倍ですよ今新しいから言ってくれてるんですけど <laughs> この本当に何度も何度も同じことを言うんだったらリアクションが悪いんですよ。うん、古田さん言うそうなんだ!」と「あこいつ分かったなと」っは絶対古田さん2回言わないです。ちゃんとやってそこね、はいはい、いやでもね多分古田さんはこれは使命だですね、はい、そうですねこういう思いちゃんと伝えていくその人がもしかしかかて聞聞きたいか聞く。 きたくないが別なんですよ。やっぱりそれ伝っていかなきゃいけない部分もありますよ。それをどう取るか別ですよ。その人がでもそれは古田さん使命ですわ。あ、もうだからあのやっていきます。ただ、あのかなり、えー、友達が少なくなっていくっていうのは身を切る改革で <laughs> 身を切る伝道ですよ。今一番思ってるのは、はい、人間って可能性っていうのはあるんだなと。うん、僕は古澤さんのね。僕より上ですよ。人ってこんなエネルギー持ってんだと思っちゃって。 いや、悲しいな。すごいよね。俺本気足りない。<laughs> 本当も情けないな。でも今日大サービスしてくれたよ、修道さん。いや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 。本当お袋の神だと思うね。<laughs> いや、その古賀さんって潰れた番組的にもそう思ったし、なんか要所要所でくじけそうになる時き、修道さん来てくれて、それでね、三回四回のうちの。 そのオフィスまで行ってくれてみんなにありがとうって言ってくれてあげくにここついて古いだ汚いだ言ってるわけですよこの修造さんの優しい二枚舌最高ですこれが人間必要なんです僕は今日勇気もらいましたマジにじゃ勇気を持って言いますよ、はい、カーテンから出てきたわけですよ最初、はい、皆さんのイメージはこの部屋すっごいなと思って広いなと思って 言っていいんでしょうか、うん、カーテンの目の前は、うん、道路です <laughs> 意味がわかんない <laughs> だって普通カーテン開けたらどっかの部屋からやってくると思うわけですよ <laughs> いや普通どっかでこう隠れていて部屋の中に行ってどうぞーって,って僕はその感覚でいたんですけどいたんだまあ初めて僕は見ましたからうん、うん、このカーテンにくれたこういう形なんてやっぱイメージもできないです、はあ、でも何なんですか急にそこへ行って ベルリン天使の歌じゃないんですから <laughs> ねあの戦闘の上にちょこっと翼でいる人じゃないんですからやっぱり唯一無二だねあなたはすごいだってここでいろいろやらせてもらったけどもう2時間しゃべってくれてこうやって「道路ですよ向こうは何だここは!」って言ってる人いないもんすっごい面白い感性ですやっぱり中造さんもオンに来ます今日はありがとうございますいやこちらこそ本当にありがたい。 なんかこうやってた。